はい、どうも、グリーンピースです。噛んじゃったね。ちょっとやり直しましょうか。はい、どうも、グリーンピースです。というわけで、動物の森続きをやっていきたいと思います。で、ですよ。まあ、とりあえず、マイレージをね、確認しておくんすよ。ログクラッシャー。なんか、俺の物持ちが悪いみたいな、なんか、気悪いな。で、今回は、確かね、まあ、手紙を確認しつつなんですけど、なんか、お家を建ててくださいって言われてた気がするんだよね。だからお家を建てる場所を決めてね、みたいな。これ今何今の？あ、そうそう、これ、このね、ハウジングキットを使って、お家をね、その、これから引っ越してくる新しい兵士たちのお家の場所を決めてあげてっていう話だったので、ちょっとそれをね、決めに行こうかなと思います。で、建てる場所なんですけど、その、お家をね。お家を建てる場所なんだけど、どうしよっかな。俺の悪行がさ、目にさつくとさ、嫌だから、このさ、マップをさ、拡大とかできないのかな。あ、見れるじゃん。これで見よう。いや、今さ、ここなのね。だから、俺んちはこれでしょ。で、4号と田んぼがここなんすよ。まあ、最初はこう、橋がなかったんで、あまりね、この、移動ができなかったから、こんなふう、右下に固まってるんですけど、あのね、住民区を作りたいんですよね。人の家がこう、集まってるところ。でもな、家はな、ある程度な、この右下に固めた方が、あのね、俺の指示が通りやすい気はするんだよね。上の方はね、後々多分、コカバ畑とかになると思うから、この4号と、田んぼの家の間に一つと、4号の家の右側に一つだな。決まりだ。そういう感じで行かせていただきます。ここにもう一軒家建つの。クソ狭なんだけど。何これ。まあでもいいでしょう。そんくらいのね、昔の産業革命時のイギリスの住宅みたいな、もう今じゃ絶対ダメでしょって、住宅作ります。昔な、マジで、何平米だっけな、本当にクソ狭いとこに、3家族とかが住んでるんだよな。で、じゃあ、建てるべき場所は、それでさ、またさ、産業革命の話戻るんだけど、それでぐしゃぐしゃになっちゃったせいで都市計画という概念が生まれるんだよな。じゃあこの、ハウジングキット1号地を、ちょっと待って、方向が良くない。こうして、これちょっとこれ切り倒そうか、この木をまず。これ邪魔だね。おい、おい、おい、OK。ま、木なんて、また後で植えればいいから、いくらでも。よいしょ、バーン。何をしとんだお前は。これ。そんな決まりあるの？いや、もうちょい。いやじゃあもうちょい右、ちゃんとブロックプランを決めていかなきゃいけないから。もうちょい手前でもいいかもな。こうして、あー、いいんじゃない、これでいこうか。ここに決めちゃう。うん、スマホが鳴っている。なんだそのスマホカバーは、ダサすぎないか。まあ悪くない、一軒見つけたよ。
ここにあの団地っぽいところ作るから。室内用の家具はボックスにて、屋外の家具は直接お家の周りにいい感じに飾っておいてほしい。ダナーも叫ぶ全ての予定地を見つけて、家具も それ終わったら案内所へ報告しに戻ってきてちょうだい。家具も置いてってやらなきゃいけないの、クソめんどくせえんだけど。室内用の家具をチェック。はぁ、うわ、それが欲しい。あ、これ何、こっちのプランにさ、あのしてきてるさ、これからの兵士たちがこれをよこせって言ってんの。まあまあ、四季のな。でもこれ作れそうな気がするよね。四季の向上のために、兵士の四季の向上のためにそこら辺をね、用意してあるのはまあ別にいいっちゃいいんですけど、ちょっと後で教育だな。生意気な新兵にはまず力の差っていうのをね、上下関係を分からせないといけないから。で、もう一軒をこの4号さんのとこの隣に建てよう。ちょ、邪魔だな、ここら辺。消えろよ、木は。木材ごときが人間様に逆らってんじゃねえぞ。よいしょ。よいしょ。俺さ、今さ、俺さ、人民平等党だからさ、こんな感じでさ、もうマジでクソみてえなねえ、あの日英圏とかもうぐしゃぐしゃの家建ててるけどさ、後でさ景観をちょっとね、なんとかしたいなと思って、お前引っ越して別の場所に住めよみたいなことできるのかな。うわ、てかな、商店街な、右下に作ったのミスったな。あの家の場所、あのたぬき商店の場所変えて、この右下を住居区画にして、左側のね、ところらへんを商業区画とかにしたいんだけどな。あと上の方をなんか埋め合うことしたいんだけど、ちょっと近すぎるな。でもうちょっとこう、こっちは想像してみろ一回。あ、いいんじゃない。いや、3軒あるって言ったけど、もう一個俺持ってねえぞ。もう一個の、また電話鳴ってるわ。早くそのスマホカバー変えよう、ダサいから。お花で作るリースもあるんだけど、お花な、あー、はいはい、崖の上、あ、やった、やっと崖上行ける、ありがてえ。ていうか、あのもう一個のあれはどこだ。お家のやつないぞ、3号店、あの3号地は、3号地だか佐村号地だか。何をすればいい。ハウジングキット、俺のもう一個のハウジングキットはどこだ。あ、持ってた普通に。はい、めくーらなだけでした。じゃあこの下の方に建てようかな、もう一個ね、ここの隣に。というわけで森林伐採します。とりあえず自然なんていらない。来た、ちょっと待て、あ、くぅ、厳しいぜ。され、ゴミども。もう、まあまあ、もともとイケメンだからそんくらい許しますよ。このキャラクターイケメンすぎて俺にそっくりだな、マジで。現実のな、現実のグリーンピース、会う人会う人から生田斗真の生き写しって言われてるから。よいしょ、よいしょ。でこんくらいの間隔ね、 OK。 ちょっと待ってよ、
こんくらいの感覚でいいのか。もうちょっと広いのか。もう一マス右か。こんなもんか。うん、もっと右なのか。ちょっと待ってね、ここのブロックプランを。こんなに開けていいのかな。ちょっと想像してみよう。まあ、ええんじゃない?これで。いいんじゃないでしょうか。んばーん。今度は電話鳴ってないね。あ、いいね。よしよしよし。悪くなくってよ。そんじゃなんか、はしごが作れるらしい。てかさ、橋かけたくない?普通のあの、木の竹のやつでいいからさ。今この右下のじゃねえや、右下のマップを見てもらったら分かると思うけど、上のとこに行く橋はあるんだけど、橋、でも橋は端っこにかけなきゃいけないって俺の中の決まりがあるからさ、1、あと2本欲しいな、橋が。何今の、今の細長ゼミ何、クソ欲しかったんだけど。あ、こいつ稲荷商店じゃん。こいつ美術品買ってくれるんだよ。偽物も売ってくるけど。常吉。いい名前ですね。せやろ。俺の友達がサヤエンドって名前でやってたから、俺今グリーンピースって名前でやってるんだ。あ、YouTube じゃねえぞ。俺が中3の頃のスプラトゥーンの話な。何分貴重な品扱ってますね。十分信用の受ける方限定で店へご案内しよう思ってるんです。お客さん綺麗な目してありますわ。素晴らしい芸、美術品や家具の数々、ちょっと見ていかれません?ちょっと気になっちゃう。北の浜辺へ来てください。俺に似合うハイブランド品揃ってるんだろうな。北の浜辺ってどこだ。おいどこだ北の浜辺は。まあ、ちょっとその前に橋を架けよう。橋を作ろう。だからだな、ここで。まあ、今は普通の橋だけど、木の橋だけどな。まあ、今後、しっかりとした、まあ、石の橋を作っていきたい。そう思ってます。あれ、木の橋って DIY で作れなかったっけ?あれ?あれ?ん?うん。あれ?あれってなんか、たぬき地から場所を渡されたから作れたんだっけ?前すぎて覚えてね。作れねえな。うざ。じゃあ、はしご作ろうか。あ、ちょうど作れるわ。作っちゃうんだもん。2個くらい作っとこうぜ、はしご。もう1個作ろう。あー、イエス。多分、あそこの崖も階段とか作れるようになるんだろうな、今後。なんか、地形変えれるっていうもんね。あ、間違えた。今作はね。土地の開拓からできるっていうね。さっき作れる家具結構あったね。あれ、後で見ようか。で、北の海岸ってどこにげよろしい。あ、でもここら辺にちょっとあれをかけよう。はしごを。あ、そういうこと。え、はしごってじゃあ1個でよかったもしかして。あ、これ俺やっちゃったね。これはしご壊れるのかな多分。あ、そういうこと。建築物として置くのかと思った。で、ここら辺あれじゃん。針葉樹じゃん。急に。そういうことですか。あら、思ったやつと違いました。よいしょ。なんか、はしごの段数変わってない?ん?にゃーのー、ノー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 。よい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 よ。え?ああ、こ、あれか。滝の上か。え、ちょ、ここら辺若干生態違う説ない?ちょっと釣りしてみようか。高度が変わるからよ、やっぱ。
雷鳥とか住んでんじゃねえか、雷鳥とか。たまん。一緒だね。まあ、一緒でもいいでしょう。よいしょ。で、ここら辺に水、あー、あったあった。水源か、ここが。すべての源に至りしとき。伝説の魚と相まみえん。おい。シャポン。このグズ、無視しやがったな。ジャポン。Hey! Are you fish?カモンベイビー。また貴様かい。カス。あ、あん。めちゃめちゃ枯れ木に花を咲かせましょうしちゃった。はしごで、マジではしご2個いらなかった。その場に定点設置型かと思ってたもんだって。何この細身。この細いチワ。ビビッ。ニヤマー。あー、こういう感じね。オッケーオッケー。この化石ずっとあるんだよな。よいしょ。ウェッフー。何をとっとんじゃ。あー、もう雑草は今は拾わんでよろしい。まあでもこういう事前事業もね、おテント様が見てます。おテント様が見てるんです。倫理ってそういうものでしょ。じゃあこいつはね、北の海岸どうやって行くの。そこはマザー、ここから降りるっちゅうことは見えねえじゃねえかよ。よいしょ。ちょっと見えない。プライベートビーツがあるわけね、ここに。なんでこんな人が来なさそうなとこに。あー、そういうことか。こいつ密輸品を扱ってるから札にバレちゃう。マジってことか。キツネや、お主も悪よの。はい、ご説明。まあ、これが長い付けになるだろうかな。うちは稲荷マーケット言うて、海外彫刻なんかの美術品や珍しい家具を扱わせてもろてます。誰もが知ってる有名なアート作品や、この辺でなかなか買えないレアな品物に必ずご満足いただけると思いますよ。ちなみに美術品はほんま貴重な品なんで、お買い求めお一人様一点ずつに限らせてもろてます。さあさあ、まあ、とにかく見ていってください。へっへっへ。俺にふさわしいものばかりだな。なんでお前は調理器具を扱っているんだ。これはなんだ。キッチンスケール1650ベル。まあちょっと後でだ。俺は家で料理をしない。基本的にコンビニの魔人と呼ばれているからな。うん、悪くない品だが、ちょっと今は待ってくれ。もっとブランド品を持ってきてくれ。これはなんだ、緻密な名画。うん。これ元の絵なんだっけ、忘れちゃったな。これさ、リアルな話するとさ、偽物があるんだよ、この絵って。この動物の森の中システムで偽物があって、これ確か美術館に寄贈できるんだけど、たぬきじゃねえ、方法に見てもらった時に、本物か偽物かわかるんだよね。これ何？これモネっぽいな。光の名画。え、そんな安くしちゃうの？間違えて安くしすぎてもうた。いやー、お前これから付き合い長いだろしな。買っちゃう。うん。ああ、梱包してね。はいはい。じゃ、全部買っちゃおっかな。ねえ、ちょうど全部5000円ずつかし。モナのリザもあるじゃん、モナのリザも。ああ、1点だった。見たい。見せて。これ本物っぽくない？なんかね、偽物はね、ちゃんとね、明確にね、現実のやつとね、違うところがあるんだよ。
うわ、全部買いたい。全部買ってしまいたい。口を聞いてもらうことできないのか。あ、これから長い付き合いになる。毎日来るぞ。あと、まあ、モネだか、セザンヌだかよくわかんねえやつを買ってきましたけど、じゃあ、あとは、家具を揃えようぜ、家具を。ついでに化石の先に傷を行くか。なんか、花が必要みたいなんだよな、あと。よいしょ。ていうかさ、もうさ、動物の森さ、実況さ、多分これでさ、パート8とかになると思うんだけどさ、静江さんはいつ出てくんの？確か、あつ森って静江さん出てくるはずだけどな。出てこねえのかな？しずえさん出てこねえとよ。まあ、全年齢対象のゲームといえど、やっぱ抜き要因は必要なわけよ。どのゲームにも。そういう可愛いキャラがいねえとよ。なかなか締まりがねえつか。おい、目の前あるじゃないか。ちょっと待って。いらねえもん。石。いらないもの、石、そして人間。よし。さて、方法に見てもらおうか。化石の鑑定。なんかどうも今日最初にさ、まあ、今回ちょっと録画に入ってないと思うんだけど、たぬきちの最初なんか挨拶みたいあるじゃん、毎回の。あそこで言ってたんだけど、今日なんかたぬき商店が、大きくなるらしいのね、階層で。それで大きくなるから、なんかあれなんだって、営業時間外だと売れないらしいから、ちょっと早めに売るなら売りに行こうか。で、寄贈する。ちゃんとなんか新しいやつもあったっぽいね。あ、2個は売れる。 T レックス、ステゴサウルスの尻尾、 ティラノサウルスレックスのスーの頭、イグアノディン、やるよ。これスー見に行ったな、ちっちゃい頃。俺が3歳か4歳くらいの時にさ、命の旅博物館に行ってみたわ。あ、まあレプリカだけどね、もちろん。スーっていうな、ティラノサウルスレックスの16体くらいある骨格標本のうち一番本物の化石が残ってる骨格標本があるんだよ。よし、じゃあ残りを売ろうか。今日閉まってるのがまだ開いてるよね、営業時間までね。時間ないか、赤いじゃなくて。はい、拡張工事。これ最後にデパートになるからな、確か。あの飛び盛りの頃はね、少なくとも。買い取ってママ。ティラティラアンキロブラキオハチノス雑草決定。14,045万。どう見ても1400だったけど。これでまた美術品を2つ買える。観葉植物悪くないな。でもな、あれ安物に見えたな。俺の家に飾るようなやつはね、もっとすごいやつじゃないといけないんだよね。はした金が。で、必要な家具を見に行きましょうか、じゃあ。DIY で結構作れそうな感じだったんで、じゃあまずこの3番のところから見ましょうかね。室内用家具。木製シングルベッド、ちょっとみんな覚えておけ。ちょっと俺さ、これ覚えれないから。ちょっと写真撮るわ。よし。屋外用。はい。よし、オッケー。まずはこれを作ろうか。あ、てか全部先に写真撮っとこう。いや、何をしとんだお前は。人様の家に。
積み木のコンポ、積み木のテーブル、アネモネのリース、オーケー、屋外用アイアンガーデンチェア、何そのかっこいいの、アイアンガーデンテーブル、巣箱、アイアンメイデン、オッケー。オレンジの壁時計、オレンジのサイドテーブル、カメ、カメボロンっつって、俺の祈祷でいいかいっつってね。屋外用、石のツール、石のテーブル、物干しロープ、オッケー。よし、じゃあ作れそうなものから作っていこうか。ブーン、よいしょ、何をしとんだこいつは、マジで毎回破壊衝動でもあるんか。家具で物干し、木製、あ、ここら辺いるね、全部、あ、全部いる、全部いる、あ、全部いる。で、これを全部作れってこと、もしかして。でも傘立てなんてなかったくない、手押しポンプとか。1枚目から写真、木製シングルベッド、木製チェア、陶器のジャグ、陶器のジャグってなんじゃ、そんなものはない。まあ、いや、ちょ、とりあえず作れるものが作るか。木製シングルベッド、クソいるじゃねえか、木材。ちょ、待て、これまず大伐採からだな。大伐採はしなくていいんだよ。さ、DIY で、木はあんまり切り倒すのもあれなので、まあ、さっき今で機器として森林伐採してたんですけどね。ボロい。ボローの、ボローの。あ、これこれ。覚えようの、これでいい。全然ねえじゃねえか、ふざけんな。もう DIY だるいってマジで、この要素を。もう普通に買わせてくれ、そこら辺で。お金あるんだから。全然枝持ってこねえしよ。おい！よし。でも、斧2本くらいね、多分すぐ壊れちまうからさ。まあ、石の斧作ってもいいな、あれだったら。ちょっといっぱい枝集めようか。枝と石をちょっと大量に集めましょう。よいしょ。で、さっきちょうど石を捨てたんだよな、ここら辺で。あった、枝も落ちてる。もしないか、うざ。消えろ、カマキリは。けがらわしい。チンコじゃねえよ、ちょっと待て。これなんでチンコ出しとんじゃ。普通の斧はあるんですけど。よいしょ。ペロリン、ペロリン、ペロリン、ペロリン。オッケー。まあ悪くない数集まったんじゃないか。よいしょ、オッケー。じゃあ斧作ろうかな。ちょ、俺の家の外観こんなだったっけ。なんか塗り替えした。石の斧は作れないの。木材がいるわけ。あ、しょぼい斧があった上で木材だと。木材を使うからね、まあ、しょぼい斧でいいや。オッケー。まああれだったら普通に斧で切りゃいっか。よし、オッケー。じゃあ待って、これをさ、外して登録で、あれ？俺しょぼい、ああしょぼいものね。オッケー。じゃあこれでさ、ここら辺の木から木材集めまくりましょうか、一旦。何をしとんですか、あんたは。しばらく作業。
通の木材が欲しいんだけどな。硬いやつと、硬いと柔らかいしか出てこねえ。そこら辺が等分で出てくるからうぜえ。基本は普通の木材出ろよ。やべえ、ここら辺伐採しまくったせいでね。うざ、誰だよここら辺の木切ったやつ。バカなんじゃねえの、森林伐採しやがってよ。ゴン。つくつく帽子だろ、やっぱり。気づいてるんですよね、博識だから。ああ、まあでもだいぶ集めたんじゃない、これで28、悪くない。でもさっきも鳴き声でさ、つくつく帽子だと思って、つくつく帽子絶対今まで捕まえてねえなっていうとこまで考察した上で捕まえた。ゲーム上手すぎない、ちょっと才能を感じちゃうね、ついつい。この卵邪魔だな、これ捨ててえな、どっかに。よいしょ。てか多分ね、アイアンなんとかってやつもあるから鉄も集めなきゃいけないと思うんだよね。おい、まさかのベルが出るやつ。あーやっちゃったー。おい、あーやってる、あーやっちゃった。もう何をしてるのこの下手くそは。下手くそなんだが、エンチャンさできねえじゃねえかよ。お、ボトル来てんじゃん、ボトル、ボトラーが。暖房チェいらな。そんなみすぼらしいものを俺に作らせようとしてんの。まあ、とりあえずじゃあ作れるもん作りますか。木製シングルウェット、木製シングルウェットはどれ。あ、これが作る。
多すぎない18ってどんだけ使わせるの俺に木材を頑張って集めてきたやつ。で木製チェアめちゃめちゃ使うやんけ。木材もう柔らかい木材とかも使わせてくれないんじゃそんなにいろいろ。え、丸太のガーデンベッド、丸太のスツール、お、これ片木じゃん。丸太シリーズは硬い木材っぽいな。 OK で、丸太のザーメンベッドあった。うわ結構使うね。手押しポンプも必要だと。あ、間違えた、間違えちゃった。いや、そろそろパンパンじゃない。でもあと2個は作れるな。手押しポンプあった。ネンディーがいるわけね。ネンディーが、でネンディーで、ネンディーよりも他のやつ作ろう。先に積み木コンポ、積み木テーブル、アネモネより、多分積み木シリーズはね柔らかい木材な気がするんだ色的に。でさあね、積み木のおもちゃって何？何積み木のおもちゃって。待て、そもそも積み木のおもちゃがねえんだが、それ以前に。何これ？これ俺にふさわしくない？これ完全に俺にふさわしいよね。これちょっと後で、これちょっと作りたいんだけど。ねえよ、金とか。だからツタンカーメンってめっちゃ高くなかったっけ？飛び盛りの時クソ高かった記憶あるんだけど。あ、これが。で、これが必要だと。積み木のターボに必要だと。OK! で、多分積み木のあれにまたもう一個これがいるから。積み木のコンポかな？コンポ。なんでさ、俺はさ、これからさ、来るさ、兵士のためにさ、上官なんやさ、こんなにさ、いろいろさ、してあげなきゃいけないの。あいつら絶対引っ越してきたらめちゃめちゃこき使ってやろう、うぜえから。コンポどこ行った？コンポがないぞ！コンポ？コンポは？あ、消えたんだが、あ、普通にあるし、うざ。OK、作れる。で、多分これで、パン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 パーンなので、ちょっとまず納めに行きましょう、行きましょうか。ここにチェック。オレンジは出せない。あ、違う、これね、あれだ、最初確か3番とこから見たから、ここだ。まずは3番、そう、アグを提出。オッケー。で、屋外用も作ってきたよね。あ、設置しろ。丸太のガーデンベッド、丸太のスツール、背押しポンプを設置しなさいと。はいはいはい。お前こんなん欲しかったんか、このゴミ。センスがないね。これ回せなかったっけ。あ、いいじゃない。手押しポンプは作れなかったんだよね、まだ。うん、だね。提出。アネモネのリーズも作んなきゃね。
よし、じゃあ、あと必要なやつをちびちび作っていきましょうか。またね。いや、ちょっと待て。メタ的な話をすると、動画の素材があまりにも長くなりすぎてる。今回はここまで。次回、家具を作るところ、パート2からお会いしよう。これはちょっと。あと、ついでに俺はこの後フィルムレッドを見に行くので、皆さん、ネタバレするんで次回、お楽しみに。それでは、また次回のパート内でお会いいたしましょう。さよなら。